ぱい怖いよな、司書のおっさん。放課後、帰り支度をしながら昼の顛末を話した折に、笠原は予想はできていたとばかりにそう言った。何でも笠原も1年の時に図書室で騒いで、あの司書に散々叱られたらしい。本人曰く、普通に話していくだけとのことだが、笠原の普通ということはきっと相当にうるさかったに違いない。他にも結構怒られたやついてさ、だから図書室って案外行くやついねえんだよ。なるほど、利用者の少なさにはこんな理由もあったのか。図書室で騒ぐば怒られるのは当然だが、ビキビキって昼に見た司書の顔を思い出す。あれは人の顔じゃない、鬼だ。正直足が遠のくのもうなずける。もしかして図書委員会の人員不足も彼が原因の一端だったりしないだろうか。放課後は図書室行かねえんだろ。じゃあ駅まで一緒に行って。そういや今日はダメか。なんだよ、バイトか。んーや、本日バイトはお休みです。じゃなくてさ、夕飯の買い物頼まれてんだよ。ああ、そういうことか。まあしゃあねえけどな、ばあちゃん腰悪いから重いもん持てねえし。ばあちゃん、あ、俺の親転勤族でさ、だからばあちゃんと二人なんだよ。あれ、意外と軽い反応だな。重い反応して欲しかったのかよ。そういうわけじゃねえけど、この話聞いたやつって大抵大変だねって同情してくっからさ。別に同情されるようなことじゃないだろ。うちも兄貴と二人暮らしだから似たようなもんだし。日産の兄貴なあ、顔似てる？似てない？年いくつ？クール系か踊り系？熱血？まさかのワイルド？なぜか笠原は兄貴の部分に思いっきり興味をそそられたらしい。似てるっちゃ似てる。もうすぐ27。多分お関係っていうか、笠原買い物行くんじゃなかったのか。しまった、トイレットペーパーのタイムセールが俺を呼んでいる。妙に初対じみた叫びを残し、笠原は突風のごとく教室から消え去った。音量が半分ほどになった教室で残りの帰り支度を整え、残ったクラスメートたちに軽く挨拶をしながら昇降口へ行こう。さすがに重いな。膨らんだカバンが右肩に食い込む。教科書が届いたのはいいのだが、やはり毎日の持ち運びは苦行だ。俺もあったな。置き弁と言うてもあるが、あいにく日々の夜復習は欠かさない主義だ。靴を履き替えるときにカバンがずり落ちそうになって、慌てて肩まで引き上げた。と重心がずれたことでバランスが崩れる。とっさに足を踏ん張ろうとしたが、中途半端に靴を履いていたせいでタタラを踏んでしまった。まずい、転ぶ。何かに腕を引かれ、体が後ろに傾く。背中に硬いものがぶつかって、一拍遅れてそれが人間だと理解した。誰かが俺を引っ張って支えてくれたらしい。あ、ありがとうと言おうとして振り返る。あの形に口を開いたまま、顔の筋肉が凍りついた。黒峰。言葉を発することもできないまま石になっていると、不意に黒峰の手に力がこもった。黒峰は苛立った様子で眉毛を寄せている。基本的にいつも不機嫌そうな顔をしているやつだけれど、ここまで機嫌を悪くしたところを見たのは初めてだ。えっ、ギリギリと締め上げられて、肉が骨が悲鳴を上げる。
痛みに引きつった声を上げると、黒峰がハッとしたように俺の腕を解放した。黒峰は小さく舌打ちをこぼすと、何も言わずにそのまま昇降口に足を向ける。どうやら、誠くんを痛めつけようとしていたわけではなくて、感情的になってしまったみたいだね。掴まれた腕がじんわりと熱い。掴まれた痛みによるものか、それとも黒峰の体温が移ったのだろうか。黒峰がいなくなると、途端に恐怖が薄れてゆく。同時に先ほどの自分を客観的に反芻してしまい、情けなさにため息が出た。いくらなんでもあの反応は人としてまずいだろう。助けた人間に礼も言われずに怯えられてしまっては、黒峰が機嫌を損ねるのも当然だ。よし、黒峰。俺の声に今まさに校舎を出るところだった黒峰が立ち止まった。鋭い眼差しに入れた気合が散っていくのを感じながら、それでもなんとか口を開く。ありがとう、助かった。おう、ひょっとして余計に怒らせてしまったかと不安になったが、黒峰は小さく答えてくれた。その姿にどこか既視感を覚える。俺がその正体を探っている間に、黒峰の背中は校舎の外で小さくなっていった。気のせいかな。よく考えたら、つい最近まで話したこともなかった相手に既視感を覚えるなんておかしな話だ。単なる気のせいか。そうでなければ覚えていないだけで、中等部時代に顔を見ていたのかもしれない。いずれにせよ大したことではないだろう。と、もうこんな時間か。時計を見ると随分と時間が経っていた。あまり遅くなるとまた兄貴にお説教を食らう羽目になる。中途半端に履いたままだった靴をきちんと履き直すと、足早に学校を後にした。行ってきます。行ってらっしゃい。結構暖かくなってきたな。眩しい日差しに目を細める。西日浦生となってからそろそろ2週間が経過しようとしていた。相変わらず兄貴は過保護で、笠原と小野寺はうるさくて、たまに岩永先輩が図書室に来て、黒崎とも挨拶くらいはするようになった。他のクラスメートとも少しずつ打ち解け出してきて、もうじき俺が転入生として扱われることもなくなるだろう。異分子だった俺がようやく西日浦の一部として認識され出した。平和な日常、何も問題はない。これからもこうやって日々が過ぎていくのだろう。あれ？ふと道端にある街路樹が目に入った。正確には街路樹に貼られた雲の巣が、朝露で輝く葉っぱに銀色の糸が光っている。その中心に近いところに蝶が一匹かかっていた。白くて小さな蝶が絡まる糸から逃れようと懸命にもがいている。そんな蝶に向かって巣の持ち主が近づいている。その先を見たくなくて、俺は目を背けて歩みを早めた。自然の摂理だと理解している。あの蝶を犠牲にしなければ今度は雲が飢え死にするのだろう。それでも捕食の瞬間なんて見ていて気分の良いものではない。暗鬱としてしまった気分を振り払うように、ただ足を動かした。
箱に向かうと笠原がいた。あ、水沢くん、おはよう、おはよう。笠原もこちらに気づいて挨拶してくれた。今日も笠原はテンションが高い。小野寺もなかなかに元気なやつだが、笠原の賑やかさはまるでお祭り騒ぎだ。一人お祭り男選手権があったらかなりの上位に食い込むに違いない。おはよう。なんだよ水沢、元気ねえな。笠原が元気すぎるんだろ。俺は普通。普通の部分を少し強調していってやる。俺の返答が不安だったのか、笠原は少し口を尖らせたが、すぐに何かを思い出したようにパッと明るい顔をした。そうだよ、今日からじゃん。そりゃ笠原くんのテンションもダダ上がりですよ。何が今日からって？知りたい？なあ、知りたい？うざい。笠原は悪いやつではない。悪いやつではないのだが、たまについていけなくなることがある。それでもクラスでは一番話をする人間だと言っても、笠原がしょっちゅう話しかけてくるからなのだが、いやー、実はこの間職員室に行った時に聞いたんだけどさ。で、水沢どこ行くんだよ。教室に決まってるだろ。遅刻したらお前のせいだからな。話が長くなりそうなので無視して歩き出すと、笠原も慌ててついてきた。我ながら随分な態度だとは思うが、多少雑な扱いをしても笠原が機嫌を損ねたりはしない。だからこそこうして親しくできるのだろう。あ、教室へと向かう途中、赤いものが視界に映った。赤いもの黒峰だ。黒峰はこちらに気づかずに後ろにいるのだから気づくはずもないのだが、でも笠原がうるさかったら気づくよね。横目で笠原を見ると、下駄箱でのハイテンションが嘘のように黙り込んでいた。黒峰の前でだけ笠原は人並みに静かになる。これはここ2週間の観察で分かったことなのだが、どうやら黒峰は笠原のことが好きではないというか嫌いらしい。そのせいか笠原も黒峰のことを苦手としているようだ。笠原が嫌われている理由は多分うるさいからだろう。アイデンティティを否定された笠原が少し哀れではある。うるさいけど。再び前方に顔を向ける。よく見ると黒峰の腕にすりむいたような傷ができていた。これもここ2週間で分かったことだが、黒峰は中等部時代に限らず今でも相当に喧嘩っ早い男らしい。今のところ俺の知る限りでは校内で暴力沙汰を起こしたことはないが、学外では結構やんちゃなご様子だ。挨拶だけは交わすようになったとはいえ、やはり彼は俺とは生きる世界が違う人種のようだ。おい、席つけ。ホームルーム始めんぞ。担任が入ってくると騒がしかった教室が少しだけ静かになる。ここまではいつもの光景だが、今朝は少し違った。静かに。今日から教育実習生が来る。おい、入っていいぞ。担任が扉に向かって声をかけると、はいという返事の後で誰かが教室に入ってきた。